はい、こんにちは。今日は社内からお届けしておりますが、なんででしょうか。じゃらーん。久しぶりにキャンプに来ておりますが、なぜ社内かというと、私の長年の夢、車中泊にチャレンジしております。といっても本当に思いつきでやってみました。なので全然ね、改造とか DIY とか一切してない、ただの車内ですが、こんなにも身長が足りなくてよかったなって思うことはないぐらい全然余裕です。ちなみに車種はパッソで、レンタカーですね。車は所有してないので、ちょっと遠くのキャンプ場に行くときはこうやってレンタカーを借りてるんですけど、まあいろいろありまして、急遽トライしてみております。映るかな、こんな感じ。ちょっと広角で撮れないからあれですけど、後部座席をパタンと倒して、まあちょっとボコボコあるんですけど、私の150センチの身長ならぴったしぐらいですね。ちょっと斜めにすれば足全然伸ばせるので、まあ正直私の持ってるミニテントよりは広くて快適です。お隣はジムニーキャンプ女子のお友達がおります。彼女は車中泊もよくしているので、相談もできるかなと思ってトライしてみてます。全然ここ倒さなくてもいけたから良かったです。まあ倒して足伸ばしてもいいけど、こっち側の方が高いので、まあ、こっち頭かなと思うと、ここはどの道使わないでいいかなといった感じです。で、今日は朝寝坊もしまして、このまま持ってきました。キャンプギア断捨離してこのコンテナにひとまとめにしているので、車だしと思って絶対いらないものだけ抜いてまるっと持ってきました。なのでテントも入ってます。これネイチャーハイクのテント。車中泊どうなるかも分からなかったし、ビビリなので持ってきてます。あとはもう家に収納したまんまで、何が怖いかって寒さなので湯たんぽは持ってきました。もちろんエンジンもかけられないし、まあ、暖を取ると言ったら湯たんぽでしょうと思ってこれだけ持ってきました。で、生活感丸見えですが、ちょっと食料かけたりしていて、肝心の底冷えですね、それが一番怖かったんですけど、このアルミシート、このくらいお財布ぐらい小さくなるコンパクトなアルミシートを、これをね持ってきました。下からの冷気が一番怖かったので、大きいので2つ折りにして下に敷いてます。で、これは何ウールかわかんないけど、あの暖かい大判の生地を2つ折りにして持ってきました。これなかったら多分やばかったかもしれない。そしていいものフォームマット、シルバーを上にしてあったかい状態にしてます。で、長さがちょっと余ってしまったので頭の部分は折ってますって感じ。こんな感じですね。 1,2,3、 まあ全部20ぐらいにしてるので、今はまだ気温が8度ぐらいあるので全然余裕です。で、寝袋はいつもの南岸のものですね。今が夕方の、まあ、もうすぐ5時ですね。まだ全然明るいので、ちょっと休憩時間ってことでお互いまったりしてるんですけど、もう少し日が落ちたら焚き火をして楽しんで、まあ、ご飯を食べて、あとはこの車内でゆっくりしようかなと思ってます。今ね、私正座してるんですけど、つくわつくけど全然こうやってちょっと足崩せば余裕であるので、まあ、着替えもできるし、なんかめっちゃ快適じゃんと思って車中泊した人がテント張るのめんどくさくなるっていう理由がとてもよく分かりました、まあ、でも問題は一番は寒さと、まあ、寝心地が問題なので、今晩一晩過ごしてまた明日感想を述べたいと思います。車は持っていませんが、車中泊またはバンライフ、そういったこう冒険的なものに憧れているので、今日とてもワクワクしております、はい、ちょっと朝寝坊してメイクもしてなければメイク道具も忘れたんですけど、
今日はキャンプなのでいいでしょうということで楽しみたいと思います。動画撮るつもりなかったけど撮っちゃいました。なんでその最高のおつまみばっか持ってんの？2個いいですね。やったー。え？どうなってる？ホットクリームチーズ。あ、あ、そういうこと？美味しそう。ありがとや。本当？ヨーガとクリームチーズいただきました。そうだったんだ。さあ、ちょっと大好きな雨がパラパラと小雨ですが降ってきました。10時になって、消灯時間です。外気温は4度、車内は少し暖かいです。湯たんぽを入れたので今はもういつもお家で寝るより薄着な状態ですが、寒くなったら着込もうと思います。足も全然伸ばせて手も広げられるのですごく爆睡できそうな気がします。ちょっと連日予定が立て込んでいたのでもう目が閉じそうです。快適に寝れますように。おやすみなさい。めっちゃ綺麗。おはようございます。雨が降ってるからどうかなって思ったけど、すごい綺麗な富士山が見れました。最高。寝れた？雨結構降ったね。ね、結構降ったもんね。はい、ということで片付けができたので最後になりましたが、今日の持ち物をご紹介しようと思います。これ大体どうだろう、50リットルないかぐらいのなんかのコラボの私の好きな派手派手のボックスに、
ちょうど詰めてきました。これが下に敷いてた毛布ですね。で、一応持ってきたネイチャーハイクのビッグワン、使いませんでしたが持ってきました、心配だったので。と、寝袋でしょ。とこれもやっぱり結局こっちがあると使わないんですけど、どういうスタイルになるか分からなかったので持ってきたニーモの座布団と、無印のポーチに細かいものを入れてます。これ一番下に敷いてたアルミの防災グッズなのかな、はい、アルミのシートと、まあ、除菌系だったり着火剤とか、そんな感じのものを入れてます。で、モンベルの保冷バッグは、これ保冷バッグなんですけど、最近は収納に使ってまして、こんな感じですね。クッカー類とか火起こし系、風防、簡単な調味料とカトラリー系が入ってます。そしてヘリノックスのチェア、なんか今回はこれで腰が痛くならなかったので良かったです。誰かとキャンプするときはやっぱり椅子が欲しいかなと思います。で、ここは充電系と、今回もゴールゼロとシェードをつけて楽しみました。そして湯たんぽ、これがあったから全然寒くなかったです。で、途中からダウンは一応着て、朝方5時ぐらいに起きて、今回は足のカイロを貼って過ごしてました。ちょっとね、これもぬるくなりつつあるので風邪ひきたくなかったのでカイロを仕込みました。あとはこれお家のまんまだったので、このケースに入れてそのまま持ってきたんですけど、これはリュックではできないことなので便利だなと思いました。これがベルモントのエマタクミニテーブルと、これがランタンスタンドかな、ペグみたいに刺して使うやつ、使わなかったけどシートとソーラーランタンと、何でも使える木の板とウォータージャグとモーラナイフ、あとピコグリルです。で、ここにも一応ポケットがあるので、チェアとか寝袋とかの収納袋をここに入れたりしてます。で、最後にちょうど収まるので、これで蓋をして